本日のゲームはコナミスタジアムで行われます。この時間はマンチェスター対パルマ、こちらの一戦をお届けいたします。こちら今日の昼間の天候は晴れです。予報通りすっきりとした空の下デーゲームが行われます。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあご覧のようにゲームはすでに始まっております。マンチェスター対パルマ、強豪同士世界でも注目の一戦です。今日はそれぞれにスピードと連携が機能するワールドクラスのゲームが期待できるでしょう。両チームともパワーとテクニック、いわゆる5と10をシーンによって使い分けることができる選手層が厚いチームですからね、はい、多彩なプレーに今日は期待したいところですよね。そうですね。マンチェスター、スルーパスからの攻撃が持ち味のチームとありますが、これについてどういうプランで対処していくのがいいんでしょうか。そうですね、背後のスペースのケアが大事になってますよね。かといってあまり引きすぎるとディフェンスラインと中盤の底との間隔が空いて守備がコンパクトになくなってきたが、シュート、ゴール、ゴールと思いきや、いや惜しかったですね。アルマ、ここは切り替えが必要です。トーマスパーティ、チャンスになる、裏へのスルーパス、さあベイル、ベイル勝った、そうだ、頭で流し込んだ見事な一発、いいシュートでしたね。焦らず落ち着いてしっかり頭で決めてきましたからね。さあマンチェスター、今日先制はこの早い時間でした。いやリードしたってことも大きいですけども、やはりそれ以上に時間帯がいいですよ ね、 ゲーム立ち上がりから自分たちのサッカーがしやすくなるということですよね、はい、主導権を握る意味では大きなゴールになりましたよね。フリーだ、ここで受けてオフサイドか。アルマはこの前半の序盤に先制点を奪われてしまった状況です。最低でも前半のうちに追いつきたい気持ちはあるでしょうけどもね。ディマリア、ロバートソンからクリスティアーノ・ロナウド、パルマとしてはここはまだリスクを犯す時間帯じゃないので失点しないようにじっくり行くことが大事ですよね。エリクセン、エリクセンから左サイド、左サイド上がっていく、ここでルーズボール、こぼれてルーズボール、グエンドゥジ、さあクリスティアーノ・ロナウド、フリーで受ける、打った、詰めてきた、同点、今日のゲームをリセットします。いいですね、流れ来てますよね。レーノがこう弾いたボールを正確に押し込みました。いやーキーパーがハンドルした後の勝利をあらかじめイメージしてきましたよね。落ち着いて流し込んだいいゴールでしたよね。アルマ、同点に持ち込みました。もうこのレベルになってくると一つの試合で大きなチャンスっていうのはそんなに何回もありませんからね、はい、それを確実にものにできた方が最終的に勝者となるんでしょうね。そうですね。エリクセン、多彩なキックの持ち主です。いやピンポイント狙ってきますからね。アルマ、あわやというシーンでしたがここはしのぎます。裏へ届くか、この位置で受ける、中央へ、このクリアボール次へつなげたい、スペースを狙う、コース空いた、シュート、ノット、しかしこれはオフサイドか。いやー助かりましたね、審判よく見てますね。いやーしかしレフリーよく見ていました。
ラシュフォードからクリスティアーノ・ロナウド、さあベイル、アンドリュー・ロバートソン、ベルナルド・シウバ、グエンドゥジ、スルーパス、シュート、スルーパスからのチャンスでしたがこれは決まりませんでした。飛び出し、そして最後のコントロールギリギリまで見てましたよね。セルビオ・ラモスからクロスボール、ゴール、これは防ぎきれなかった。いや、ちょっと当たってしまったという感じですよね。北澤さん、今のゴールというかプレーなんですがいかがでしょう。こういったプレーは残念ですよね。さあマンチェスター、クリスティアーノ・ロナウド、勝負だ、シュートだ、長いボール縦へ、エリクセン、ディマリアからクリスティアーノのシュート、素晴らしい反応でした。レーロ、いや、よく止めましたね。ファインプレーでしたね。ルカク、今のチャンスはものにすることができませんでした。スペースを狙った、サビッチからベイル、ベイルからキーラントリッピア、これはクリア、前半終了です。非常に動きのあるハーフとなりました。差はワンロール。さあ前半が終わりました。いや、面白い前半でしたね。同点に追いついた勢いで一気に逆転まで持ってきましたからね。自分たちの時間帯にどれだけ有効的な攻撃をしていたかということでしょうね。マンチェスター対パルマ、パルマが2対1でリード、前半を折り返します。では後半見ていきましょう。クリスティアーノ・ロナウドからルカク、オーソン、クリスティアーノ・ロナウド、リードを広げました。落ち着いています。素晴らしいボールコントロール、まさにゴールに置きに行くというイメージ。キーパーの動きを見てどう動いてくるのか、イメージを沸かせて狙ってきましたよね。正確なタッチが要求されるシュートでしたけどもね、うまかったですね。クリスティアーノ・ロナウド、今日2点目です。さあパルマ、これで2点差、リードを広げます。パルマとしては、まあプラン通りといったところでしょうかね。今日はうまくいってるんじゃないでしょうかね。はい、ウェンディジ、吉羽金美希、さあ持っていく、裏へのスルーパス、上げる、エリクセン、ベイル、さあカウンターのチャンスになります。ラシュフォードからのパスは通りませんでした。ディマリア、クリスティアーノ・ロナウドからサイドのスペースへ、自分で行く、来た、ボールが上がる、アンカメだ、パルマ追加点、今日これが移籍してきて初ゴールになります。今のゴールなんですが、中盤で奪ってという攻撃ですよね。いかがでしたか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、お手本になるような見事なカウンターアタックでしたね。さあパルマ3点リード。いや、こうやって追加点が決まることは、全体的にチームが乗ってきていると言ってもいいんじゃないでしょうかね。来た、中間か、クロスに合わせるというシュートシーンでした。十分相手を引きつけたことによってセンター不利になりましたよね。アスピリクエタ、ここまでご覧になっていかがですか。北澤さん、パルマとしては守りに行くのか取りに行くのか、チームとしてはっきりしておいた方がいいですよね。ふわっと裏を狙う、さあ一気にカウンター、
このボールに触ります。グエンドゥジ上がっていく右サイド、裏のスペースを狙う、いいボールだ。カウンターを仕掛けていきます。抜けてくる、サードシュート、うわ打っていきました。ベルナルド・シルバ奪ってからすごい攻撃ですよね。ゴールを目指すっていうね、そういった意思が感じられますよね。今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。パスでつないで攻め込んでいきます。アルマとボールはこの柔らかいパス、一瞬のクリアですよね。スルーパスを狙う、抜けてくる、さあ来た、いっと待ってった、シュート、シーラーゴール、ルーブ、このシュートは収まりませんでした。奪った後に早いですよね、ゴールまでの仕掛けが。相手の速いカウンター、これをなんとかしのぎました。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。バラン大きく縦へスルーパスを出す、いけるか、シュート、ちょっとミントが足りないというシュートでした。いい位置でフリーでしたからね、ここは決めておきたかったところでしたよね。スペースを狙う、トーマス・パーティ打つか、オフサイドですね。両チームともメンバー交代があるようです。アルマ奪い返します、ルーズになります。裏を狙っていきます、このパスはキーパーへ、とこれはつながりません。裏を狙う、手元の時計3分を切っている状況、さあクリスティアーノ・ロナウド、おっとどうだ、このクリアボール拾いたい、さあつながるか、サンティ・カソルーダ届きましたよ、裏へ届くか、このボールはカットされます。トーマス・パーティ、サディオ・マネ、中はマイスイル、クロス、アウトまで来た、どう見えた、どうする、ノイヤー、ここ拾う、惜しくもシュートが外れたところで終了の笛、4対1、パルマ逆転で勝利。北澤さん、今日のゲーム振り返って何かございますか？パルマとしては攻撃的で非常に迫力ありましたね。素晴らしいシュートシーンも見れましたしね。はい、ありがとうございます。さあ、放送時間もなくなってまいりました。今日の解説は北澤豪さんでした。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。パルマが見事逆転勝利。